昨日午後、鹿児島市の谷山港で海中から引き上げられた軽自動車の中から人の骨とみられるものが見つかりました。車は水没してから時間が経っているとみられ、警察は遺体の身元の特定を進めるとともに事件事故の両面で調べています。窓ガラスは割れ、ところどころ錆びつき、貝殻のようなものがたくさんついた車。警察によりますと、今月3日、鹿児島市七ツ島1丁目の谷山港の海中で作業をしていた人から、車が沈んでいると警察に通報がありました。車はこちらの港、あそこから15メートル先の海中から発見されたということです。現在こちら工事の関係で立ち入ることができなくなっています。昨日午後3時ごろ、警察が沈んでいた軽自動車を引き上げ調べたところ、車内からおよそ1人分の人骨のようなものが見つかりました。軽自動車は水深およそ10メートルの海中に沈んでいて、水没してから時間が経過しているとみられています。警察は身元の特定を進めるとともに、事件と事故の両面で捜査しています。